サメ肌パーティーセブン、それで茶の味。茶の味。茶の味。茶の味に来てた子があれだっけ？茶の味スマグラーな。土屋アンナちゃん来てたの茶の味だっけ？誰？土屋アンナちゃんって出てたの。そう。土屋アンナちゃんでしょ？うん。もう多分今見ても分かんないと思う。面影ないから。それぐらい変わっちゃったから。あ、うん。あんなになんかね清楚な感じの、まさかあんなロックな姉ちゃんだと思わなかったから、うん、金髪にしちゃってさ。そうそう、あれ茶の味だよね。茶の味。あの時さコロッケさん来てたよね。なんで来てたの？試写会に。試写会はそれ来るんじゃない？でコロッケさんがいて、その時は久しぶりにだって話をしてたけどね。試写会はいろんな人あの招待してるからね。あの東北新社さんが。あ、なるほどね。だからそいろんな関係者来るよ。今だから若田明時代の話の熱海のあれこの前でチャラけた映画はもう一切も乗っけずにそれ以降の、うん、その今だからあれでいいと思う。スマグラとパーティーセブンとか茶の味。茶の味とか。うん、あなんかその一個一個あの茶の味であのイカイカねイカないのっていうイカ大好き、うん、イカ大好きってあるじゃないですか、うん、でスマブラの時にもイカ大好きイカ店、うん、そうだからあの僕がイカ好きってことをあの酒飲みながらいつもイカ食ってるから石井監督がそれで台本あのガシュンさんと本物の好きなイカをイカ大好き使っていいですかっていうからそれで書いてもらって、そうなんですね。イカ大好き、全部そう。それでイカ天そば、はい、全部イカっていう風にしちゃったんだよね。あ、じゃああれそのアドリブとかじゃなくて、台本にそういう風に あなたの本当の好きなものを書いておきましたからねってやりやすい。なるほど。ちゃんとその性格通り好きなものを、うん、あ。なんかこっちでもイカって言ってるなと思って。うん。イカ大好きはそういう石井監督さんがちゃんとそうやって僕の私生活を見ててそうやって台本に組み込んでくれたっていう。でもパーティーセブンってサメ肌の後でしょ。そう、サメ肌の次パーティーセブン、うん、サメ肌よりはでパーティーセブンはサメ肌男を見てから見てもらわないと辻褄が合いませんっていう映画なんだよね。日本セットの方が、うん、それも言ってる。 あれだからそう、山田のいいとこなんだから、あの若頭っつうのはそういう説明をしなきゃいけない。それでもいいですね。知らないんだよみんなね。山田は死んじゃったからあのその残ってるのいとこなんでね、あれ似てるわけよ。似てるっていうかいとこだからちょっと違うんだ。山田とは違うんだよちょっとね。キーが高くて早口で、ほんと早口な。